店を盛り上げるっていう気持ちもまあ込めてるんですけれども、やっぱまあそういうところ負けててもあのすごく悔しいなと思うんで、まあちょっと結果どうなるか分かんないですけど、まあやれるだけのことをやってるんで、まあ自分の中で一番伸びたんで、グループ一番とってもおかしくないですね。まあもうそろそろ若い力が伸びてかったわ、グループ的にも。まあ、逆に僕が取ったらちょっと流れも変わりそうなんで、ほんまに僅差で3人ぐらい焦ってた感じだったんで、まあ、最後の1日頑張ったんですけど、まあ、ちょっと正直分かんないですね。お客さんに好かれてるというか必要とされてるっていうのが、まあ、組数に出ると思うんで、ボスは売り上げ叩いてなんぼやと思うんで、まあ、しっかり売り上げとあのやることやったら勝手に、まあ、指名本数っていうのが上がっていくんじゃないかなと思うんで、まあ、自分のできることをまあしっかり、まあ、やるってことが大事なんじゃないかなと思います。